はい、西山選手、チンプレーのようなファインプレーであり、ファインプレーのようなチンプレーというのを見てほしいなんていうのでいただいてますけども、ユニークな選手のようですね。好きな男性のタイプは、猫好きで良い匂いがするプロ野球選手が、西山選手、お好きと。面白いね、猫好きなんでしょうね、西山選手。皆さんにはルンルンと呼ばれているということですのでね、今日応援に来てくださった方もいっぱいいるんです。普段ショート上田幸、スタートでさせました。クニパー幸選手、みんなにはクニちゃんやクニさんと呼ばれていらっしゃるようです。今のヒットの流れにつながりそうです。打ち取られてるんですけど、転がったところでセーフっていうのはなかなか精神的にはダメージを与えられたと思うので、いい流れが、ね、いい流れが来てるかなと思います。今日はクニパ選手から一つ一つのプレーに全力な姿を伝えるように頑張ります、応援よろしくお願いいたしますとメッセージいただいておりました。お休みの日はカフェ巡りなんかもねされていらっしゃるそうです。バッターボックス、アスカチサンフレーズ、クニパ幸選手です。一塁の西山選手、足もすごく速いので、どこで仕掛けてくるかというところですね。今ピッチャーの佐藤選手もすごく警戒をされているので、この辺りの駆け引きも見どころだと小春選手、ニックネームルンルンね。さあ、会ってみたい選手には鈴木誠也選手にもね、会ってみたいですよね。いただきました、お待たせしました。お、ここで開幕に恵まれている選手ではないと思うんですけど、ね、ちょっと小柄な感じがここから見てもいいんですけども、コントロールとやっぱり少しボールが動いて少し動く変化というのが結構やってそうなので、そういったところで、この体格でも。